山本五郎花似合う。直哉は初めて眠れない夜というものを経験した。一体がのんきな立ちで小さい頃から三男の人禄などと言われたがこれは誰の目にも適評だったらしい。人を憎むとか恨むとか激しく怒るという感情がほとんどなかった。 歌詞を取るにも物をねだるにも兄たちに先を越されるし友達と遊ぶにも決まって後手を引いた上の兄二人はよく喧嘩をしたが彼はいつも途方に暮れたような顔をしそばで黙って見ているというふうであった長兄の兵庫はむっつりしているが勘が強い慈恵の幸之助は口も手も八丁という太ちで を通すことにかけては兄をしのぐくらいだった彼は16歳のとき一度柿原家へ養子に行ったのであるが一年ばかりすると飛び出してきて「私には到底務まりません」「縁を切ってください」と言って聞かなかったその時はだいぶごたごたした怒った父の怒鳴り声や母の泣いて諭すのを幾たびか聞いた けれども幸之助はてこでも動かずついに自分の意思を押し通してしまった19歳で松島家婿養子に行った時も頻繁に家へ帰ってきては母に文句を言ったものである「私は養子には向かないんですよ直屋をやればいいんです養子にはあれがうってつけです」そんなことを言っているのを聞いたこともある しかし、二年たって長男が生まれると、それで落ち着いたらしく、もう来ても不平を言うようなことはなくなった。養子にはうってつけと聞いたとき、直哉は、なるほどそんなものかもしれないと思った。別にひどいことを言われたとも感じないし、改めて発奮する気持ちも起こらなかった。こういうい性質だから 自分が三男坊の部屋積みだということにもさして悩んだり悲願んだりした試しはない将来のためにどうしようなどということもなく与えられた平凡な月日を極めて従順に暮らしてきた矢部慎一郎と正田一との縁談が決まったと聞かされた直後から直哉の眠れない夜が始まったのである。 もちろんそう聞いた時はごく単純に喜んだ。新一郎は藩の学問所からの親友の一人で他の友達が離れていく中に新一郎だけは親しい行き来が続いていた。去年の春父親が隠居し彼がその後を襲ってオクラ奉行になってからはそれまでのようにしげしげと付き合うこともできなくなったがそれでもなお 新一郎の方では親にも言えないようなことを打ち明けて相談するというふうだったのである。正田の方は隣屋敷で、たずとも幼いうちから馴染んでいた。よく笑う明るいおしゃまな子で、四つ違いの直哉を弟のように扱うのを好んだ。産毛の濃い太刀なのだろう、腕にも頬にも。 水蜜糖のように柔らかな細かい毛が生えていて日光の具合でキラキラ光るのが直哉には珍しかったそれはいいが顎の下の喉仏にあたるところに一塊の産毛があるのはおかしかった当人は知らないようだし彼も言いはしなかったけれども彼女が娘になってからもふと思い出すと一人で微笑させられたものである とは正木の生垣人への隣り合わせで生垣のそばに大きなみかんの木があり田津のずっと小さい頃にはその木陰でよく遊び相手をさせられたのであったお互いに家族同士が親しいので成長してからもずっと行き来していた庭で顔があったりすると生垣を中にしばらく話すのが例である 新一郎がタズを知ったのも、ナオヤを介してのことで、二度か三度一緒に話す機会があり、それから今度の話になったものである。こういう関係なので、二人の縁談を喜んだのは当然であるが、しかしそのすぐ後で、ナオヤは突然身震いをした。新一郎に秘密があるのを思い出したのだ。 自分の家にいた小間遣いと過ちをして今年三つになる男の子があるその女は吉田村というところのかなりな農家の娘で身ごもるとすぐに家へ帰り子を産んでからもずっとそこにいる今でも矢部の家から決まった養育料が届けられるのを直哉は知っていたのであった眠れない夜の時間に 直哉は繰り返しそのことを考え続けた。結婚してからその事実を知ったら、タズはどんなに苦しい思いをするだろう。よく笑う明るい彼女の顔が悲しみのために引きつり、苦しさに歪むのが見えるようである。直哉は胸に鋭い痛みを感じた。あまりにそれは残酷だ。何のとがもないタズが。 どうしてそんなななな目に合わなければならないのか。いやいけないそれはかわいそうすぎる少なくとも事情を知っている自分が黙って見過ごすという法はないどうしても話すのが本当だその上でタズが承知してゆくなら別だが何も知らせずにやるという法はない10日余りも不眠の夜が続いた後直哉は こう決心して手紙を書き、タズに渡す檻を待った。それを渡したのは朝のことだった。まだうっすらと霧の流れる時刻に、タズが庭へ花を切りに来た。直哉は生け垣のところまで行って呼んだ。彼女は微笑しながら近づいてきた。藤色に細かい島のある合わせと、襦盤の白い襟が、 鮮やかな大小をなして胸元が際立ってすがすがしく見えたおはようございますあいい香りタズはほほ笑んだまま脇の方を見上げたみかんがずいぶんよくにおいますこと直也もそっちへ目をやったみかんの木に花が咲いていた気がつくと あたりの空気はかなり強い匂いい匂に染まっていた。直屋は目を返したそして手紙を出して彼女に渡した「一人で読んでくださいよかったら20日に待っています」「タズは少しも警戒の色なしに受け取って懐へ入れた」「今切ってきたばかりの白い大輪の芍薬を抱えていたが 花も葉もしとどにつゆを結んでいた「お返事を差し上げますの?」「いや読んでくれればわかります。もし20日が行けなかったら明日の朝ここへ来てそう言ってください」「タズははいとうなずいたがその時心なしかすっと顔色が変わるように思えた」「あくる朝彼女は 庭へ姿を見せなかったそれで中二日置いた約束の日に直哉は川庄へ出かけていった。川庄は千代川の下半にある料理茶屋ではあるが先代の主人というのがお城の包丁方で何か失策があっておいとまになったが殿様がその包丁ぶりを惜しまれそれとは知らせずに お手元金で料理茶屋を出してやられたと伝えられているそのためばかりでもないだろうが客はほとんど武器に限られていた女中もごく地味なおとなしいものを選んであるし鍵などは決して入れないので家族連れで来る客も相当に多かった直哉もたびたび父親に連れてこられた正田でも同じように来て 両家族がそこで一緒になることも珍しくはなかった。そこで、直オは、二人きりで会って話したいことがあるからと、手紙でたずにこの家を指定したのであった。一緒に昼食のできるようにと、決めた時刻よりはるかに早く川庄へ行った。通されたのは、廊下を渡ってゆく離れづくりの座敷で、 庭の松林を越してすぐ向こうに緑色のよどみをなした千代川が眺められた。たずはなかなか来なかった。運ばれた茶にも手が出ず目にしみるような濃い色の川並みを見ていたがしばらくすると直哉は不意に低くうめき目をつむりながら片手で胸を押さえた。 そうだったのか。そうだったのか。そこまで来て彼は自分の本心に気づいた。自分がタズを愛していたということを、それもずっと以前から深く根強く愛していたということを、彼はぐらぐらとめまいに襲われ、呼吸が詰まりそうな感じで激しくあええだ。 もういけない話すことはできない直哉は立ち上がり青い顔をして庭へ降りていった松林を抜けて庭外れまで行きそこで呆然と長いこと物思いにふけった少し気持ちが落ち着いてから座敷へ戻ろうとすると松林の向こうから田津の来るのが見えた ごめん遊ばせすっかり遅くなってしまいましたタズは上目遣いにこっちを見て微笑したちょうど出がけにお友達が見えましたのおかげさまで出る口実はついたのですがこんなに遅れてしまいました彼女の方はさっと赤くなった着付けや化粧のせいだろうか 驚くほど女らしくなり背丈まで高くなったように見える婚約ができると娘は女らしくなるいつかそんなことを聞いたようだ嫉妬というのだろうさっきとは違った鋭い苦痛のために直哉は危うくまたうめきそうになったタズはウキウキしていた肩をすくめて忍び笑いをしたり 急に真面目な目でこちらを見つめたりした。こんなところへ一人で来るのは初めてであるが、この胸のドキドキするような気持ちも悪くはないとか、昔、ナオヤの家族とここで一緒になった時のごくつまらない思い出話をさもおかしそうに話したりした。食事が済んでから、タズはにわかにしんとなった。ナオヤが、 静かに口を切った。手紙には話があるように書いたけど、本当は、お別れに一度食事をしたかったんですよ。それと一つだけ、これまでのお付き合いがいに、先別の言葉を差し上げます。タズは、うつむいて、膝の上に手を重ねた。ものに、表と裏がある以上に、人間にも、 それぞれ日向と日陰がある。世の中そのものが複雑で難しいから、人間もきれいにばかりはなかなか生きられない。厳しい詮索をすれば、誰にも少しは醜い嫌な部分があるものです。それが現実だということを考えていらっしゃい。あまり美しい夢を期待すると裏切られるかもしれません。勇気を出して。 たとえ少しくらい嫌な事実にあっても参らないで強く幸福に生きてください。タズは、はい、と答えてしばらくうつむいたままでいたが、やがて顔を上げながらこちらを見て微笑した。現れたように鮮やかな瞳である。彼女はこう言った。直也様は、 いつかこうおっしゃいましたわ。とげを刺したってそんなに泣くことはない。私がすぐ抜いてあげるよって。オタの七つの年でございましたわ。直哉が十九歳の時、父と母とが愛前後して亡くなり、兄の兵庫が家督をした。彼はそれを機会に母屋から出て、 別棟になっている住まいへ移った。それは昔足軽長屋だったものらしい。不要になって馬屋は取り壊したが、そこは物置に使っていたのである。大工を入れて少し作り直し、八畳と六畳に長四畳の板間をつけた。なかなか落ち着いた住まいになった。彼はその四五年前から、 暇に任せてフード資料を集めていた。二十四五になると大抵もう養子に行く望みもない。部屋住みで一生を厄介者で送らなければならない。食べることと小遣いぐらいには心配がないけれども、妻をめとることもできないし、人並みの世間付き合いも一応遠慮である。 ここれれでは何か気持ちを紛らせることがなければ退屈だ。自然部屋住みの者のは大概何かやっている。境遇によっては内職をするものもあるし碁や将棋や書画に凝るものもある。直哉は少年時分から伝説や知識を聞くのが楽しみだったので寮内全部の風土資料を記録してみようと思い立った。 時間はいくらでもあるから弁当持ちで出かけてその土地土地の古老を訪ねたり社寺戸籍を探ったり臨層や気候や作物を調べたりしてそれを克明に記録した。長与城の板間に棚を作り集めた資料をそこに積んでおく。外へ出ない時は八条の居間の机で気の向くままに整理をする。 諦めてみればかなり幸せな境遇だ。彼はしばしばこう思って苦笑した。「タズがやべえ貸して1年同じ季節の巡ってきたある日のことだ。机に向かって書いているとどこからか非常に不愉快な香りがにおってきた。ごみ捨て場でもののすえるようなにおいであった。 庭の方を見ると、ちょうど五助という老木が掃除をしていた。直也は彼を呼んでいった。嫌な匂いがするな。その辺に汚いものでも捨ててあるんじゃないかさようでござりますか老木は風をかぐように顔を左右へ振り向けた。私にはみかんの花は匂いますが、 その他には何にも匂わないようでござりますがな。みかんの匂い。なおやは眉をしかめた。そうだ。確かにそれはみかんの花の匂いであった。しかしそれにしてはなぜこんなに嫌な匂いなのだろう。去年までこんなことはなかった。甘く重たい感じではあるが。 母親の父の思い出のような懐かしさを持っていたそれがこんなに不愉快に似ようどうしたことだろう直哉は立って障子を閉め長いこと机に頬杖をついていた矢部からは初めのうちよく正体があった招かれないでも時々こっちから訪ねた夫妻は心から歓待してくれるが 両親はあまり喜ばない風があった。ひがみではなく彼のような部屋住み者の訪問は矢部老夫婦には好ましくない客なのだ。それでいつか自然と行き来が遠のいていったのである。直哉は格別不満でも不快でもなかった。矢部の家庭が平穏であり、多数が幸せであるならこれに越したことはない。 その上彼女を失った痛手は意外に大きくて新一郎と並んだ彼女を見ることはかなりな苦痛であった直哉は次第に孤独な静かではあるが平凡な生活に入っていったこうして三十を越すと間もなく彼には思いがけない友人が現れた竹富半兵衛という男で 学問上を出るまでは、矢部新一郎や河村伝八、馬場文五郎らと一緒に、五人組などと呼ばれて親しく付き合った。二十一にから皆家を継いだり、養子に行ったりして役につき、なおや一人、拉致外に残された形であるが、竹富半兵とは彼が江戸詰めになって以来、十年近くも会わなかったのである。 ここの家のみかんを思い出したんでね。半兵衛はこう言いながら入ってきた。おう、なってるな。ひとつもいでこようか。いけないよ。あれは隣のだ。隣のって、だって昔はよくもいで食べたじゃないか。食べたって隣のさ。まあ、上がらないか。半兵衛はこえていた。 顔もビンと張り切っているし、大きな目には意が備わってきた。よく通る声で、簡潔にキビキビと物を言う。これは大変な人間になるぞと、直オは心の中で目を見張る思いだった。昼食を一緒にした後、半兵衛は記録したフード資料を見た。何か言うかと思ったが、見終わると、 黙って返して他の話に移り五時ごろに川潮へ来てくれと言って立ち上がった久しぶりで一杯やろう待っているよその時竹富は百日ほど国元にいたそして年が明けると間もなく収納方元締めに挙げられて江戸へ去ったそれが二人の友情の復活になり同時に 半兵衛の目覚ましい出世ぶりが始まった。彼はほとんど2年おきに帰国し、帰るたびに役を挙げられて、また江戸詰めになる。もともとそれだけの価格と背景があるのだが、老職たちの信用もあり、それ以上に藩主の蝶が熱いということだった。半兵衛は帰国すると必ず名古を訪ねた。 興味があるのかないのかか、ない一度は例の資料を出させてみるそして江戸へ去るまではほとんど3日にあげず川匠へ招いて地層してくれた矢部とはすっかり疎遠になっていたたずに子供が生まれないということと二度ばかり大病をしたという話を聞いた2度目には見舞いに行ったけれど もう治った後で、刺して痩せもしないし、元気な明るい目で笑っていた。ただ、血色のいい顔がローのようになり、力のない咳をするのが痛ましく見えた。新一郎は枕元に座って、丈夫な体のくせに案外弱いんで参るよ。今年は柏の温泉へでもやろうと思う。こう言って、 妻の顔を見ていた直弥は38歳になった。あれからずっとみかんの咲く季節は不愉快で、4月の声を聞くと、ああ、またか、と憂鬱になる。一体この土地はみかんの木が多いから、その時期にはどこへ行ってもその匂いは避けられない。したがって閉じこもることになり、 頭の重い鬱陶しい日が続くのであった兄の兵庫に慎太郎と松次郎という子がある上は十二でおとなしいが七つになる老いが暴れん坊で直哉の住まいへ来てはそこらをかき回してゆくうるさいけれども面白いからさん寺に遊んでやるのだがそんな時にはそれさえ物うくて 思わず渋い顔をして追い出すこともまれではなかった。六月になった初旬の一日、伊佐都郷の方を回って帰ると、竹富半兵衛の手紙が届いていた。川栄で待っている。すぐ来い。例によってずけずけした文句である。帰ったんだな。直屋は。 懐かしさに一人で微笑を浮かべた23ヶ月前から今度帰国したら勘定奉行だろうという噂が高かったおそらくそんなことに違いない川匠なら風呂があるからと思い着替えだけしてすぐに出かけた半兵衛もちょうど風呂に入っていた直哉が行くと彼は大浦という女中に背を流させているところだ 直は後ろから眺めてそのたくましくあぶらぎった体育に驚いた「また太ったね」「確かご尊父はそっちゅうで亡くなったんだろう?」直哉はこう言いながら体を示した「気をつけるんだな危ないよ」「まあお口の悪い」とおらが笑った半兵衛は平然と 手で腹を叩いたい何これは酒のためさ23日やめるとぐっと肉が落ちる本当だぜうさ言わない俺を安心させたってしょうがないそっちの問題だそれなら文句なしさ酒も飲まず美食もせず金券実直に暮らした矢部が渋滞で危ないというのに ガキ大将のように好きなだけ暴れるを俺はこの通り丈夫だ。どうせ人間は死ぬまでしか生きやしない。矢部が重体だって新一郎かもちろんさ、土地にいて知らなかったのか老害のような病気でもうここ四五日だろうということを聞いたがね。まるで知らないことだった。 直哉はすぐにタズの身を思い気持ちを塞がれた汗を流して座敷に座ると半兵衛はすぐに「俺は辞職するよ」と意外なことを言っただ,だってそりゃしかしどういうことなんだどういうことになるかわからないがとにかく少し静養して様子を見る 俺も三十八だからな。ここで今、感情奉行などを当てがわれてはたまらない。これが本心さ。たくましいもんだ。当たるべからずだね。もう一つ、ゆっくり昼寝がしたくなったのも事実さ。大きく飛ぶには、翼を休めなければならない。うんと飲んで食って、思うさま寝るよ。 定奉行という呼び声さえ家中の人々には煎望に値したが半兵衛はもっと大きい席を欲しているらしいそれにしてもズバッと辞職する度胸の良さなど直哉にはただ教壇の舌を巻くばかりであった直哉はその夜ずいぶん酔った帰って寝たのもはっきりは覚えていない 夜中に枕元の水がなくなって水へくみに起きた時ようやく我が家に寝ていることを知ったくらいであるあくる朝もなかなか目が覚めなかった老いの松次郎が何度も外へ来て呼んだが頭が重くて返事もできなかったそのうちに何か手紙を見たような気がし始めふと枕元を見ると 盆の上に封書が置いてあった。酔いざめの水を飲む時目についたものだったのだろう。裏を返すと、矢部うちとある。すぐにゆうべの竹富の話を思い出し、起き直って封を切った。それには、新一郎が重滞であること、何か内密で話したいことがあると言っているから、 なるべく早く来てくださるように。あらましそういう意味のことが多分「たずの筆」だろうごく簡単に書いてあった。やっぱりそうだったのか気の毒にまだ酔いの残っている頭で何を思うともなく彼はややしばらくぼんやりと障子を見守っていた。 梅雨の帰ったように細かい雨が降っていた兄嫁の整えてくれた見舞いの品を持って家を出たが時刻はもう十時に近い頃だった矢部の玄関へ立って訪れるとすぐにタズが出てきた直哉を見ると彼女は赤く泣き晴らした目を伏せていったお待ちしていましたけれど ととうとういけませんでした。つい今しがった病魔には老父母と医者がいた悔やみを述べて枕元へ寄った死に顔はひどく痩せて武将ひげが伸びていた直哉はじっとその顔を見守ったズが低い声で 夫が春先に活血したことそれから続いて胃潰瘍にかかり落ち着いたと思うと腸から出血が始まって坂を転げ落ちるように悪くなりついにこういうことになったのだと語った甲を上げて廊下へ出ると「筆を貸してください」と言って直哉は持ってきた包みを開けた。 見舞いに持ってきたのですが、冷蔵へあげることになってしまいました。タズは自分の居間へ案内した。筆を借りて包み紙を取り替えながら、矢部が私に話したいというのは何でしたかと聞いてみた。タズは知らなかった。あなたが見えたら申し上げると言って、 どうしても話してくれませんでしたの自分では少しも死ぬとは思っていなかったようですからではそれほど重要なことでもなかったんでしょうタズは膝を見つめていたがそっと顔を上げ涙のたまった目で直哉を見た今矢部に死なれてしまって これから私どうしたらいいでしょう。お父様にもお母様にもあまりお気に入りではありませんし、頼りにする子供はございませんし。直也はしばらく黙っていた。それから低い声でこう言った。今は何も考えないがいいですよ。ご承知の通り、 私はここのご両親には歓迎されない客だからそう尋ねては来られないが何かあったらできる限りお力になります気を落とさないでしっかりしていらっしゃい直哉は暗い気持ちで雨の中を帰った「タズはどうなるだろう彼女が矢部の親たちに好かれていないというのは 彼女に子のないことも原因の一つに違いない。家計というものの厳しい当時にあって、ことに武家ではそれは重大なことだった。三年子がなければ離別するということわざさえあるくらいで、夫は半ば公然と消費を持つことさえできたのである。たずに子がなく、夫は死に、姑と姑に好かれていないとすれば、 将来さらに不幸の重なることは避けられないかもしれない。かわいそうに。直也はふと自重の笑いを浮かべ、ため息をついた。何かあったら力になると言ったが、本当にそうなったとき、彼に何ができるだろうか。兄の厄介者で一生部屋済みの彼に、一体どんな力があるというのだ。 堀端の最価値の木陰に立ち止まり水面に雨が描く細かい波紋を眺めながら直哉はかなり長いこと物思いにふけった葬式には兄の兵庫が行った初七日のタイヤに竹富の終戦で昔の友達が集まることになり直哉も招かれた 五人組の他に四五人来たが、一通り休活の挨拶が済むと、直也だけは会話の外へ押しやられた。半兵衛さえあまり話しかけてこなかった。もちろんその方がいい。直也は黙って彼らの話すのを眺めていた。中心はやっぱり半兵衛だった。そう並べてみると、風格もずば抜けている。 キパキパと切り工場に言葉すくなで「そう」とか「いや結構」などという受け答えに羨ましいほど際立った貫禄が見えた「大した人間になった」直哉はこうつぶやいて微笑した半兵衛が職を辞したのはその数日後のことであった 川章で人を集めては派手に飲むとか、昼間はぐーぐー寝ているとか、千代川で子供たちと泳ぐとか、京町の加害で居続けをしているとか、いろいろな噂が耳に入る。直也は、そういう噂の陰に、半米の皮肉な微笑を見る気持ちで、せっせとまた資料集めに歩き始めた。 けれどもその頃から彼はふとすると憂鬱な考えにとらわれることが多くなった。剛村を訪ねて孤老の話を聞きながら人間の運命の頼りなさとか命の儚さなどを思う。歩いていて木の葉の散るさまを見る。黄ばんだ葉が枝を離れる瞬間に人間の断末魔の叫びを聞くように思う。 自分で、滴たらずに自分のことを、おたと呼んだたず。みかんの木の下へ、なおやを呼び出しては、姉のように振る舞うことを喜んだたず。藤色の細かい島の着物に、白い襟を見せたすがすがしい姿。白い大輪の尺薬を抱えた明るい顔。それが、十五年たった今。 すでに花は散り、葉は枯れかけている。彼女を待っているものは、冬の寒気と、霜と、風雪だけだ。一体、タズは何のために生きてきたのだろう。女としては、もう一生が終わったと言ってもいいのに、これまで生きてきたことにどんな意味があるだろう。もちろん、それは自分のことでもあった。 調べて回る古い伝説史跡に残っているこけむした石踏み戦場の跡といわれる亡ばたる荒野そこには人間の恋と冒険と悲劇と歓喜があったその土は血と涙を吸いその石踏みは万人産業の的であっただがそれはすべて過ぎ去ってしまった 石踏みの文字は苔に蝕まれて消え戦場の後は畑になってしまうだろうあまりに分かりきったことだどんなに偉大な自責も過ぎ去ってみれば野添の煙に等しい確かなことは絶えず時間が経過しているという事実だけだそりゃ瀬沼直哉が三男の部屋住みで 38になるまで満足に優等の味も知らないからさ半兵衛は冷やかすように笑ったもし直哉が過労にでもなればまるっきり別のことを考えるたぶんそうだろうしかし俺の考えが変わってもその事実は変化しやしないよそれがどうしたというんだ 何もかも消滅することに不思議はないじゃないか。もともと人間のすることに意義なんかありゃしない。百姓のせがれが太公になったって、何がしの上皇が孤島を優秀の終わりを遂げられたって、結果としては単にそれだけのことだ。人間全体の運命にも無関係だし、意義も意味もありゃしない。何かがあるとすれば、 生きている間のことさ。いかによく生きるか、どう生きるか、問題はそれだけしかないよ。俗論は響きの強いものだ。そして出世型の人間は決まったように現実を肯定する。悲観論者が病人か貧乏人に決まっているのと一般さ。どっちみち人間は利口じゃない。 九月になって矢部の百日記が来た。その日、直哉は、宗泰寺の墓地で田津に会った。宝永はとっくに住み、客も帰った後で、彼女が一人、母飯の後始末をしていた。すっかり健康そうに肥えて、頬にはまた、つやつやと赤みをさしていた。笑う表情も声も明るく。 まるで娘の頃をそのまま見るように思えた。今度養子を取ることになりましたの。挨拶が済むとすぐたずがこう言った。お母様のお里の方のもので今年もう十八になるそうですけれど。お母様とはやべのですかええ タズはくすぐったそうな微笑を浮かべた。いきなり十八の子の母親になるなんて、どうしたらいいでしょう。私、今から戸惑いをするばかりですわ。私にも想像がつきませんね。ナオヤも笑いながら言った。お母さんどころか、あなたは昔のままですよ。こうしてみると、 娘時代と少しも変わっていない本当に不思議なくらいですねそれはもう生まれつき賢くないんですからだがよかったそれであなたも落ち着くでしょう私も安心ですタズは上目でじっと直哉を見つめ「おかげさまで」と言いながらその目を伏せた 直屋はドキッとした黒の紋服に白襟のくっきり目立つ胸元の豊かさ眉の鮮やかな頬に赤みの差した明るい顔つきそれは矢部へ行く前のたずそのままの姿ではないか15年も人の妻だったなどということはほとんど感じられない矢部にそれだけの影響力がなかったのか それとも、タズの個性が影響を受けないようにできていたものか。こう思いながら、ナオヤは自分で老狽するほど彼女に引きつけられるのを感じた。この時の感動は消えなかった。単に消えないばかりでなく、一種の悩ましい空想をさえ植え付けた。タズが未亡人であって養子が入るとすれば、 やべの家を出るることもできるそういう考えがいつも頭のどこかに潜んでいる無論自分に結びつけてのことではないがその空想が平凡な彼の日常に小さな明かりを転じたことは確かであったいつか知らぬ間に直哉は少しずつ三男の人禄を取り戻していた 兄嫁がいち早くそれに感づいたのだろう。何かおうれしいことでもありそうね、などと言われたくらいである。そういう直接な感じのものではない。わずかにそんな空想も可能だというに過ぎないのである。しかし彼はそうですかと答えても否定はしなかった。やべでは 11月に養子を入れたということを聞いた。披露の招きはあったが行かなかった。そして12月になると間もなく、老臣の間に政治上の紛争が起こったという噂が広まった。直哉などにはよくわからないが、20年近くも国家老を務めた梶原図書の助と、それを取り巻く保守派に対して、 中郎の島田助左衛門を主名とする若手住職らが、政治全般の改革案を突きつけて、事実上の退陣を迫ったのだという。どこまでが真相か見当はつかなかったが、直屋には島田一派の陰に、竹富半蔵のたくましい相望が見えるようで、いよいよ動き出したなと、密かに注意を怠らなかった。 年が明けて二月のことだった。久しぶりに半兵衛から誘いがあり川匠で一緒に酒を飲んだ半兵衛の目は充血していたし頬の辺りに晶水の色があった水を向けてみたが政治のことにはガンとして触れず京町のなじみの女とののろけめかした話をだらしもなく続けたお互いに かなり酔いの回った頃だった。廊下を大股に来る人の足音がして、声もかけずに障子を開け、結争の変わった三人の若侍が入ってきた。半兵衛は右手に杯を持っていた。酒のいっぱい入っている杯を持って、彼らを見た。充血した腫れぼったい目で、じろっと彼らを見ながら。来たな。 冷ややかに言ったそれが殺気というのだろう部屋の空気がキリキリと結晶するように思えた三人のうち左の端にいた青年が半兵衛の「来たな」という声に応じて力を抜いた「真面目だなよかろう」半兵衛はキパキパと言った お前たちの年頃には、俺にも覚えのあることだ。ただし一言聞くが、自分の信念だろうな。強さされてきたんじゃないだろうな。なおやはその瞬間に勝負がついたと思った。ハンベは酒をあおり、礼のよどみのない切り口上で畳み掛けた。紛争が自分に不利だと見て。 相手も生かしておけないと思ったら、自分でやるのが当然だ。矢部さんの立場に俺がいたら、俺は自分でここへ来る。決して他人を使うようなことはしないぜ。これでおしまいだ。遠慮なくやれ。刀を抜いた青年は唇を噛んだ。しかし、さっきはすでに去っていた。彼は叫んだ。 竹富さん、手を引きなさい。それがあなたの身のためです。俺は藩の将来を思っている。政治の正しい改革を思っている。自分のことなど考えていやしない。馬鹿なことを言うな。直也は立っていった。もう終わりである。幕を引いてやらなければかわいそうだと思ったからだ。彼は、 刀を抜いている青年に向かって「さあ帰りたまえ」と言ったその青年のひたむきな目に同情を感じたのである「今日はこれで帰ってよく考えてみたまえ」私は政治のことはよく知らないが竹富はそんなにもものすごく悪い人間じゃないと思う一つ冷静に考えるんだね それからまた来ればいい。今日は帰りたまえ。三人は案外おとなしく帰っていった。直也は座って半兵衛を見た。半兵衛の充血した目が生真面目な光を帯びていた。俺の勝ちだよ、瀬沼。半兵衛はズバリと言った。敵は 自分で敗北を名乗り出たようなものだ。さっき、やべっと言ったが、あれは新右衛門さ、新一郎の親父だ。せがれが死んで、帰り家督をしたら欲が出だして。いや、そんなことより話があるんだ、瀬沼半兵衛は、ちょっと言葉を改めた。今度俺は、国家老になる。 同時に瀬沼は氷奉行だわかるか俺が氷奉行だって <laughs> 冗談じゃない今日までの郷土調査を生かすんだ俺には練りに練った競輪がある黙っていたがそれには瀬沼の集めた資料が役に立つんだそれなら資料だけ使えばいいさ 真面目な話なんだ。半兵衛はじっとこちらを見た。俺はいつもセヌマのことを考えていた。自分では気がつくまいが、お前は役所の下役人は務まらない男だ。しかし、置くべき席に置けば仕事のできる人間だ。そう思ったから今日まで下手な終戦はしなかった。今度こそセヌマを出せる。 長い部屋住みをよく辛抱したよ直哉は困ったように持っているきを眺めた。夢にもそんな友情を期待していなかったので危うく涙が出そうになった。これまでのことが新しく思い返されその一つ一つに半兵衛のいたわりと慰めと激励のあったことがわかる。これが 三男の人禄だろうか彼は初めて本当の半兵衛を見いだすように思えたそれにしても驚いたね半兵衛が急にからりとした声で言った俺を弁護してくれたのはいいがそんなにもものすごく悪い人間じゃないとさこりゃ危なく笑うところだったよ 半米の核心にもかかわらず、その解決には、なお若干の事実を要した。3月に藩主が帰国し、国家老の梶原図書之助と、中老の島田助左衛門が辞任した。紛争の責任を取らされたものらしい。しかし国家老の公認が決まらないまま、4月に入った。初旬を過ぎたある朝のこと。 直哉は庭へ出て行くとふと向こうの生け垣のところにタズのいるのを見つけた待っていたのだろう直哉が見つけると同時に彼女はそこから会釈し,したしばらくですね彼は近寄っていった「いつかはお招きをもらったのに失敬しました今朝いらしたんですか?」 ゆうべ参りまりしたのずはこう言いながら目を上げた「みかんの花がよくにおいますこと」直哉もそっちへ目を追った黒いほど濃い緑色の葉陰にみかんが花をつけていた気がつくと辺りは強くその花の香りでにおっていたが不思議に不愉快でも嫌でもない あの物の吸えるような感じは少しもなかったやっぱり昔通りの思ったるく甘い郷愁のように懐かしい匂いであったどうしたことだろう直哉はほとんどびっくりした何のための変化だろうお願いがあるんですけれどタズが低い声で言った 川署へ来てくださいませんでしょうか聞いていただきたいことがございますの。参りましょう。いつ頃がいいですかいつかの時刻ではいかがでしょうか結構です。必ず伺います。タズはじっとこちらを見て、それから向こうへ去っていっ いつかの時刻。直哉にはその言葉が強く頭に残った15年の世も経ってしまったあの日を彼女はまるで数日前のことのように無造作に言った「いつかの時刻」直哉は同じ言葉を何度も口の中で繰り返した9時過ぎると間もなく竹富が来た 珍しく朝上もでひげの反り跡の青い「さっそう」という感じの顔つきだった。国家老拝命に施行するんだ。そこもとの氷売奉行も決まった。二三日うちに召されるから用意をしておいてくれ。こう言って半兵衛は包んだものを渡した。いろいろ支度があるだろう。とりあえずこれだけ渡しておく。 ちょっっと待ってくれどうもあまりいきなりでいきなりということがあるかふた月も前に予告してあるじゃあ頼むぞ半兵衛はさっさと言ってしまった旋風が来て名古屋を巻き込んで放り出していったとでもいうような具合である彼はしばらく包みを持ったまま呆然と座っていた 時刻に少し早く家を出た。川庄へ行く途中、たびたび風に送られてみかんの花が匂った。だがもう決して不快ではなかった。そのためにその季節の来るのさえたまらなかったものがまるで嘘のように変化した。直哉はゆっくりと解放されたような気持ちで歩いていた。 川潮へはもうタズが先に来ていた。離れだというので行ってみると座敷にはいなかった。しかし持ち物が置いてあるので一度座ったがすぐに思いついて庭へ出てみた。あの時のように直也はゆっくり松林の中を歩いていった。するといつか彼自身がそうしたようにタズが 庭外れに立って川を眺めていた。驚かしてはいけないと思って、彼はずっと手前から声をかけて近寄った。タズは振り返らなかった。そばへ行って立ち止まっても、じっとして動かない。ナオヤはしばらく待ってから、静かに、どうしたのですと聞いた。 彼女は川を眺めたまま、艶のない声で言った。の之助、ご存知ですわね。去年うちへ養子に来た子。あれは養子ではございませんでした。跡取りでしたわ。直哉はすっと背筋に風の通るのを感じた。 タズの表情のない声は続いた。あれは新一郎の子供ですの。新一郎が私をめとる前に、ある人に産ませた子供ですの。昨日初めて知りました。初めてですのよ。タズがどんな気持ちだったか、お分かりになるでしょうか。15年。 よろよろと声がよろめくように思えた私夫を信じていました針の先ほどもそんな疑いを持ったことはございませんでした新一郎が私のほかに誰かを愛して子供まであるなんて夢にも思ったことはございませんわそれが今になって 名様、人間にはこんなにも人を欺くことができるものでしょうかこんな欺き方をしたまま黙って死ぬことができるものでしょうか直哉はやや長い沈黙の後に言った私はこう思う矢部が死ぬ時 私に何か話したいと言ったあれはそのことだったと思うんですなぜかというと彼にそういう子供があることを私だけは知っていたんですからあなたがタズははっとしたように初めてこっちへ振り返った直哉様が 知っていらしたんですってあなたがやべへ行く前にここへ来てもらったことがありますねあれはそのことを話したかったからなんですでもお話しなさいませんでしたわしませんでしたそのつもりでいたのができなくなったんですどうしてですの なぜたずとオヤの目が激しく結びつきほとんど火を発するかのように見えた今度はオヤが川の方を見たそして静かにこう言ったここへ来てあなたを待っているうちに私は自分の本心に気がついた自分が あなたを愛していたこと。それもずっと前から愛していたということに気づいたんです。やべにはこういう秘密がある。それを話すには私が公平な立場でなければならない。私があなたを愛しているとすれば、もうそれを話すことはできない。話せば中傷することになります。 わかりました。よくわかりましたわ。タズはこう言いながら、両手でそっと目を押さえた。でも、やっぱり話してくださるのが本当でしたのよ。タズがあの日、恥ずかしい怖い思いをしてここへ来たのは、 今おっしゃったようなことを伺えると思ったからですわ。愛している、そうおっしゃっていただけると思って、初めてお母様に嘘も言えたんですわ。<laughs> 彼女はそこで突然、表を覆い、肩を震わせながら激しくむせび上げた。それを。 今になって聞くなんてこんなに色も顔もうせてお目にかかることさえ恥ずかしい今になって直哉は手を伸ばしたたずの肩を抱き静かにそっと引き寄せた彼女はなえたように直哉の胸にもたれかかりすべてを任せきった姿勢で泣き続けた 直哉は川のよどみの緑色を見合った。あの日へ帰ったのだ。あの朝も、タズは、みかんがよくにようと言った。今朝も同じことを言ったではないか。あの日、この松林の中で二人が会ったように、今こうして二人は会っている。違うのは、 二人が互いに愛していることを了解し、これから二人の生涯が始まるということだけだ。直也は今まざまざと百日記の思い出を回想する。十五年も一緒に暮らしながら、タズが少しも矢部の影響を受けていないように見えたこと、全く娘時代そのままに見えたことを、 今になってあなたはそう思いますか直哉はこうささやいたもし本当にそう思うとしたら間違いですよ私たちにはこれがちょうどの時期だったんです2人が結びつくためにはこれだけの時間が必要だったんですよ この世で経験することは何一つむなしいものはない。喜びも悲しみもみんな我々によく生きることを教えてくれる。大切なのはそれを生かすことだけですよ。何もかもおしまいになって、人間さえ信じられなくなってから。 それをどう生かせとおっしゃるんですの実家へお帰りなさい。直也はそっと彼女の背を撫でた。正田多津になるんです。ごく近いうちに、あなたさえよければ、直也が結婚を申し込みます。多津の全身をけいれんが走り、 呼吸を詰めなおやは背をなでなでこう言ったそうやっぱり時期が必要だったんですよ今度はなおやも結婚を申し込むことができるんです二人でこれまでの経験を無駄にしないように生きてゆきましょう 今でも、オタのトゲを抜いてくださるのね。オタがこんなおばあさんになっても、これは夢ではございませんわね。夢ではない。これまでの年月が夢なのだ。二人は今初めて二人の現実に足をかけたのだ。直哉はこう思いながら、 タズに頬ずりしたいという欲望をじっと抑えていった。